こんにちは、鈴木ひろです。このチャンネルでは、これから独立しようとしている方や、すでに独立している方、そしてそれがですね、なんかこう、まあ、緩くなくてもいいんですけど、あのライフスタイルをね中心とした、こんな暮らしがしたいっていうところから逆算して起業してもいいんじゃないっていう、そういう、そういった考え方で、やっております。なので、全然本当一部の人にしか参考にならない可能性が高いので、参考になる方だけ見ていただいて、そうじゃない方は、YouTube を閉じていただければと思います。そう、でも本当なんかそう思うんですよ。なんか今度これも今度テーマにしようと思ってるんですけど、やっぱりしっかり嫌われようみたいなのはなんかすごい大事なことなんだなと思って、私もどっちかっていうと八方美人だね、まあ、どっちかって言わなくてももうすごい八方美人な方なんで、こうまあなんかこうみんなね巻き込んでワイワイやりたいタイプなんですけど、まあ実際あの会う人会わない人とかまあいるわけですよ。あとまあ別にそのまあコミュニティとかねフィールドが変わればまたそれも変わります。そのそういったね会う会わないっていうのも変わっていくし、でもなんかその会わない人とまあ無理して仲良くする必要なんかまあないわけですよ、お互いに。でそのまあそうなんだけど、そのみんな仲良くみたいなことをさ小学校からさずっと教わってますし、なんかその長男だからじゃないけど、長男とかはねますますそういうね、この俺も昭和の長男なんで、そういうなんかねまあこう輪を持ってね飛ぶとしみたいな、そういうことをね教え込まれてんで、なんかまあなるべくこうね謙虚にね敵を作らずやっていこうみたいなことをね教わって育ってきてるわけですよ。でもまあそんなことないよねと思って、そう思ってるとなんかとんでもない目に遭うよねと思って、だからそのなるべく会わない人を遠ざけるべきだっていうふうにすごくよく思いますと。なのでねまあ本当一部の人にだけ参考にしてほしいと心から思っていますね。何かまあその同じようなことを考えている同じようなことを目指している人、そしてそのそういったことが面白いなと思う人だけ動画をね見ていただいて、仕事もそういう人とだけやっていきたいなと、常日頃、思っております。なので関わる人たちをねそういう方向にね、そういう方向も楽しいよっていうふうにねいつも伝えたりしてるんですけど、その延長線上にこの YouTube 動画もあります。今日のテーマは何でしたっけ。あ、そうそうそう、今先にねその話をしちゃったからね、しっかり嫌われようの前に何か、あ、そうそうそう、毎日続けるってどういうことみたいな、ことを、話そうと思ってたんです。で、これはどういうことかっていうと、独立した後に仕事もがない、何にもやることがないみたいな、ことに苦しむことがあります。そしておそらく多くの人がみんな言うんで、多くの人がそれに遭遇するんだと思います。私もめちゃくちゃそれに遭遇し、今でもそれに遭遇しますと。だから、やることがあるってすごく素晴らしいことだなってよく思うんですけど、その毎日やることとは何かっていうことについて、ちょっと喋ろうかなと思います。それはねいつもいろんな方たちのね先人たちのねブログや YouTube を参考にしながらね、私も日々ねそれについて勉強しながら自分もトライしている最中のことではもちろんあるんですけど、それでもね、まあ、10年ぐらいそれもやってきたんで、なんかちょっと喋れることあるかなと思ってるんですよ。まず、じゃあ例えば、長年勤めた会社を、退社しまして、法人設立のね、手続きをして、まあちょっと多少有給がね、残ってたとしたら、その有給休暇のうちにいろいろ調べたりして、いざ席が抜けて、いや、退職だってなったら、そこから急いでね、法務局に行って、会社立ち上げようみたいな。で税務署に届け出して、法人の登記終わったらね税務署に届け出してとかいろいろ手続きやって、それで最初にじゃあ創業者融資を受けようみたいな、東京都の創業融資を受けよう、300万円もらおう、そのために事業計画を作ろうとかっていうね、最初まあすごいやることあるわけですよ。そんでこんなことをやろう、あんなことをやろうとか、あとその事務手続きとか、あとやっぱり今までね事務方の人たちが総務部経理部人事部ね、いろんな
ところでね、サポートしてくれてた人たちが誰もいないっていう、ことを痛感するのが、まあそのオープンしてから3ヶ月ぐらいの時期なんじゃないですかね。例えば、シャーペンね、まあシャーペンあんま使わないですけど、まあ、シャーペン一つ取っても、まあ誰かが買ってこないとシャーペンはないわけですよ。で、それからゴミ袋一つ取ったってそうだし、ゴミを、まあ事務所が、最初に事務所を借りるかどうかとかありますけど、そのゴミの捨て方一つ取ったってね、全然わからないわけです。で、そういうのが、はあ、そうかって、事務方の人たちがみんなやってくれてたんだな、みたいな、会社ってすごいな、みたいなね、ことにすごい感謝したりするわけですよ。で、その後どうなるのかっていうと、一連そういうことが落ち着くと、今度またお金の心配っていうか、売り上げが何にも立ってないみたいなことに、まあ途中で気がつくわけですよ。まあ本当はずっと気がついてますけど、その問題が切実になってくると、それはまあ人によっては1ヶ月目に出す請求書がないところで思う人もいれば、2ヶ月目に何の入金もないところで気づく人もいるし、まあその人とね、それの今いくら貯金があるかによって、まあその感覚はまちまちだと思うんですけど、でも遅から早かれ、これいつ売り上げ立つのかなみたいなところで、まあすごい不安になるわけですよ。で、そうなってきた時とちょうど同じぐらいのタイミングで、その事務方でいろいろ準備してたこととかが、もうみんな一通り片付いて、毎日、今日何をしなきゃいけないのかっていうのが機械的に決まってるっていう日が終わっちゃうんですよね。つまり、今日何をするのも自由、っていうのが来るタイミングと、これいつ私はいつ売り上げが立っていつお金が入ってくるんだろうみたいなの不安になるっていうのは大体同じぐらいのタイミングに来るんじゃないかなと思います。で、だから朝起きて、まあそののんびり、まあコーヒーでも飲んで、家族をね、行ってらっしゃいみたいに見送って、でまあ出社したりするのか家でやってるのかありますけど、はてみたいな、今日私がやることは何かあったかしらみたいに思うのと、なんか多少ね、まあ、とりあえずインスタでも更新しとくかみたいな、インスタ更新したりするんですけど、はてみたいな、これは何か私の未来の仕事につながってるのかしらみたいなことが、まあ、不安になるわけですよ。あとなんか今日何か未来にお金を生み出すためのことができてるかしらみたいなことになって、そもそもお金を作るためにやる行動って何なのかしらみたいなことがだんだん不安になってくると、つまり、そこまでなんとなく忙しくて会社やって独立して一生懸命やってるような気持ちでちょっと興奮状態にあったんですけど、よくよく考えるとまだ何も始まってないっていうか、実際は何にもやってないっていうことに、ようやく気がつくと、あと、まあそうですね、でそこでなんかまあ一つ絶望するっていうか、そこでまあようやくね、ゼロだかマイナスだか分かんないですけど、そのスタートラインに立って、何をやっていこうとかって思うわけですよ。でそれは、独立したてもそうだし、新しい事業を始めた時とかもそうなんですけど、なんか方法論が分かんないから、何をやっていいか分からない、まずゴールが分からないから、あ、まあそうね、その言い方だとちょっとゴールかな、なんだけど、まあとにかく、なんかとにかく売り上げが立ってお金が入ってきたらいいっていうことだけはもちろん分かるんですけど、その他、何がどうしたらいいのかっていうのがとにかく何もかもちんぷんかんぷんで、実際自分が何にも分かってないっていうことにようやく気がつくと、そんで今日やることがないっていうのがこんなにも人間を不安にするんだっていうことが、まあなんか起きるわけですよ。だから不安だし焦りますよね。そんで急に売り上げが立たないっていうことは誰しも分かってるわけですよ。だから売り上げが立つためには何か売り上げが立つ前の準備があって、まあ、売り上げが立つっていうか、何かきっと物が売れて、入金されるっていうことになるには、物が売れる前の部分があるし、なんか物が売れる前に物を作んなきゃいけないしとか、だん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 ちょっとずつね、なんかやることがいろいろありそうだなってのは分かってくるんですけど、どこから手をつけていいか分からないみたいなことになる。その敵のね、敵の像が巨大すぎて、それが何だか分からない。それで部分部分を見て焦って、そしてどうすることもできないっていうことに、なるっていうのがよくあると。で、そういう時に、
なんかこういうことなんだなというふうに思いながら私が実践していることで言うと、とにかく、毎日できることを作るっていうことですね。毎日できることを作るだけでこんなに安心感につながるっていうか、それは1円も今は生み出してないんだけど、未来に生み出すかもしれないという希望が私に、いくらかの安心感を与えてくれるっていうか。で、それをやってると、それは実際は点で的外れだったりすることも多々あるんですけど、それを毎日続けるうちに、だんだん本当に役に、本当はこういう方向に行こうとしてるから、そのためのアクションっていうのは、今やってるこれじゃなくて、もしかしてもうちょっとこういうことなんじゃないかみたいなことでちょっとずつ気づいてくる。で、それもずっと頭で考えてたら、結局はなかなかそこにはたどり着けなくて、なんか間違ってるんだけど、それを毎日やってるうちに、ちょっとずつ正解に近づいてアジャストしていくことができるっていう、そういうことなんですよ。だから、なんかその、今日から、最初インスタの話してましたけど、インスタを毎日上げるっていうのは、実際は、すごくいい行動で、インスタを毎日上げても全く何もつながってないかもしれないんだけど、それをやってるうちにつながってないってことに気がついて、もうちょっと違うやり方をやってみようとか、YouTube にしてみたらどうだろうかとか、そもそも売る商材をもう少し変えてみたらどうだろうかとか、その毎日やってることによって、そのテストが、その方向転換がね、もっとそのスピーディーにできるっていう、それがその1ヶ月に1回しかチャレンジしなかったら、1ヶ月に1回しか方向転換できないんですけど、毎日やることによって毎日方向転換できるっていうのが、すごくなんか大事なポイントなんだなっていうのを私も、やりながら痛感しましたと。で、もちろんこれまでもそのいろんなことに挑戦して、失敗して点でうまくいかず途中でやめたものっていうのも、まあ大量にあるんですけど、そういうのも思ったんですよ。やっぱその失敗して途中でやめてしまったものほど、方向転換のタイミングが遅かったなと思って、一つ一つの、挑戦するその実験の粒度がでかすぎたんですよ。だからあれをもっと毎日細かくやって、もっと早く別なことにしたら、もう少し形になるまで続けることができたんじゃないかみたいなことを反省しています。そしてこれから、いや、今やってることとかも、それを踏まえて、作り直そうと思ってるっていうことがありますね。なので、今日の話は、ちょっとどちらかありましたけど、なんか今日できそうなことを、毎日始めてみるっていうのは、結果遠回りなようで近道ですっていう、そんな話です。